バイオリン自体を始めたきっかけっていうのは一応3歳からやってたんですけれども、うん、習い事の一環で、特に大好きっていう感情もなく嫌いでもなく好きでもなく、うん、ただちょっと先生は厳しかったので、あ、レッスン行くのに頑張らなきゃっていうのが大きくあったんですが、はい、小学校4年生の時なんですけれども、横浜の方から広島の方に転校をして、初めての転校だったんですけど、その時に初めてこう音に救われた経験だったり、先生に救われたとか、その時に楽器がこうここに当たって振動がすごいんですね。振動するのを感じた時に、あ、大丈夫だ、まだこう振動、骨に振動を感じているから、あ、自分は生きてるっていう感覚になって、その振動を大事にずっと弾くようになって、それからなんだろうな、このバイオリニストを目指し出しましたっていう感覚ではなくって、話すことができなくなったっていうのが、うん、私のこの人生の始まりだったかなって思ってます。憧れの人です。このシャンパンをいただいた時に、とってもとってもこう味わいとか、香りとか複雑な要素もありつつも、すごくシンプルにまっすぐ通っているという感覚が大きくって、そのシンプルな中にある凄みといいますか、奥深さで、またそれが温かくて優しくて、派手すぎずでもとても、高貴な感じ、それがとにかく憧れてしまうような、そのようなシャンパンでした。2008年はまず大きなイベントとしてはドイツに大学院と留学していたんですけれども、その大学を卒業した年になりました。もう真っ先に浮かんできたのが作曲家のクライスラーの曲たちだったんですけれども、クライスラーという作曲家は作曲家兼バイオリニストだったので、バイオリンを作る時の、そのバイオリンの曲を作る時にバイオリンが鳴る、バイオリンが心地いいと思っているであろう音をたくさん楽曲に詰め込んでくれている作曲家なんです。ときめきです。